こんにちは、グラス工房タップの福坂氏です。10分水墨画、今回の画題はここにありますクリスマスの定番ポインセチアです。ね、これいただいたんですけど、ちょっと可愛らしいですね。ポインセチアね、まあ、こう典型的な赤い部分とね、この緑の部分の、まあ、コントラストが綺麗です。まあ、今いろんなね、品種があって、この部分がね、ピンクのもの、あるいは、白っぽいものね、あります。まあ、ご存知の方多いと思いますけども、この赤い部分は花びらではなくて苞、草冠に包むと書いて苞ですね。で、実際の花はこの中心部にある、ね、小さな粒々です。はい、ポインセチアね、この赤い苞とね、緑の葉っぱ、印象的に描いていきたいと思います。最初に材料のご紹介です。筆はたくさんあります。太筆、中筆、小筆、面相筆、それぞれ1本ずつ。紙は画線紙で梅という製品を使いました。 F5 号サイズですので、縦35センチ、幅27センチ。赤い方の部分に使います絵の具はホルベインの W205 キナクリドンレッド。そして墨は青墨を濃く吸っておきます。その他の材料のご説明はすいません、割愛させていただきます。お時間のあるときに20番の動画をご覧ください。書く前に小皿に中墨作ります。筆で水を入れて、同じ筆で濃墨入れ薄めておきます。もう一つの小皿にはこの赤い絵の具、ね、縁の方につけておきます。まず中筆で上の、ね、赤い方を描きます。水で赤い絵の具よく溶いて、筆いっぱいに染み込ませます。そして先端にこのドロッとした濃いやつをつけて、同心円状にね、たくさん並べたいと思います。中心から外に向かって、ぐっと押し込んで、また先を尖らせる。中心部分には比較的長めの傭兵茎があります。まあ、たくさん描くんですけれども、中心に近いところというか、新しく出た、ね、方は小さめですね。で、古株の方、下の方にあるやつは大きめにします。はい、最初にね、描いた上、まあ、最初に描いたのが、まあ、中心部分のね、若い方ですけど、これちょっとね、濃いめに描いておいてですね、で後からこう重なりながら、まあ、半分ね、ちょっと重なって影になって、描く、後から描く方は薄めがいいかもしれませんね。はい、小筆水で洗って先端にちょっとだけ濃墨つけて、中心にあるね、まあ、点々、まあ、これがね、本当の花なんですが、先端にちょっとだけ、ちょっと濃すぎですね。もう少し薄い方がいいですが、5、6個こう花を並べておいて、で面相筆の細い筆の先端に濃墨つけ、この花の先からね、小さなひげのようなしべを出しています。そしてこの面相筆一回きれいに洗って、赤い絵の具、濃いやつつけて、今度葉脈、この苞っていうのはね、苞葉っていうぐらいですから、まあ、葉っぱの一部らしいですね。葉っぱが変形したものですので、これをね、葉脈って言っても、まあ、おかしくないと思いますね。苞脈より葉脈ですよね。葉脈ね、少し縁からはみ出させます。部分的にはみ出させることによって、ちょっとね、縁がとんがってるところあるんですよね。ヒイラギの葉っぱみたいにとがった縁があるんで、まあ、それを表現するためにはみ出させます。はい、下の方を描くときは薄めでいきましょう。はい、左上にもう1セットいきますかね。さっき描いた右側のやつは比較的上から眺めた感があるので、ちょっと楕円形にね、円のように広がってますけど、高いところにあるのは横から見た感じにしたいと思いますので、扁平に並べてやります。ですので水平展開ですね。葉っぱが横から見た水平展開と、で若い葉がちょっと中心部からそそり立つという感じです。でこうやってね、同じような感じですけども、やっぱり先ほどの花の塊と今度こっちは変えてくださいね。雰囲気を変える。
例えばこっちの花、ね、中心部を薄めに描くとかですね、さっき濃すぎたので。で、面相筆でしべ描きます。で、面相筆赤に持ち替えて、葉脈。これもね、さっさっさと描くんですが、部分的に葉の縁からちょっとはみ出させて、トゲトゲ感を出します。はい、太筆で水で洗って葉っぱ描きますね。水で洗って中木半面につけ先端濃木です。で、この赤い方の下に今度葉っぱ描くんですね。で、先ほどの赤い方、方葉も今描いてる墨のね、葉も形はね、ほとんど一緒です。で、ポインセチアね、なんか調べたらですね、短日性植物といって、昼間が短くなる、要は暗い時間が長くなるとそれに反応してトップ部分が赤く変色するらしいんですね。で、まあ、ポインセチア農家はこう出荷時期が近づくとわざと暗くしてこの上の部分をね赤くさせるそうです。まあ、逆にいつまでも家の中で明るくしてるとこれ赤くならないで全部がねあの緑の葉っぱのままらしいですよね。まあ、何が言いたいかっていうとこの今描いてる葉と赤い方は基本的に違いはないという植物学的なねお話です。はい、小筆でね茎描いてますがちょっとゴツゴツさせすぎましたね。なんか古風なに水墨になっちゃいました。これ西洋な植物あんまりゴツゴツさせない方がいいかもしれません。どうもね癖でね根元の方ちょっと、古めかしい感じにしちゃいましたね。面相筆に濃墨つけてやはり葉脈ですね。これもですね部分的にはこうはみ出させてやってこの 葉がね単純なスペード型っていうのかな、卵型ではなくちょっとやっぱりあのトゲぽいところあるんですね。ヒイラギっぽい形が、そこを、まあ、どう表現するかというとこの葉脈を少し縁からはみ出させることで、表せると思います。まあ、ちょっとねあの葉っぱ少なくて寒々しいので葉の数を充実させますね。で、3個目の花左下っていうのかな下の方に小さく控えめに作ることで、まあ、花のね数、3セット縁起のいい奇数にしておきたいと思います。ただね同じ大きさのにするとも暑苦しいので本当もう申し訳程度にちっちゃな花を描いておきます。少し調整してね葉っぱ増やしたり影から穂を出したりしてだいたいこんなもんでいいですかね。署名して抜管してポインセチアの完成です。ワンポイントアドバイスです。苞や葉は放射状に配置し隣と重なり合うように密に描きましょう。はい、ポインセチアの、ね、水墨画ができました。クリスマスの、ね、花なんでもっとロマンティックっていうのかなスタイリッシュな絵にしたかったんですけどもどうも私が描くとね、なんかわびさびの絵になってしまいますね。かすれさせすぎたかもしれません。もうちょっとね、かすれのないようなみずみずしく描けば、クリスマスっぽくなるかもしれませんね。それから花なんですけども、こうやって絵の具が乾いてみるとね、薄くなってしまうんで、もうちょっとね、最初から濃く描いてもよかったかなというふうに思います。
この動画が面白かったよ、役に立ったよと思われた方はいいねのクリックをお願いいたします。チャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。